旧敵武田家との攻防を続けていた家康のもとに信長からの使者として信康が武田に通じて謀反を企てているだと。そんなの嘘よ。あの子が私たちに黙ってそんなことするわけないじゃない。大変だ。信康が武田の軍勢を引き込んで兵を挙げたようだぞ。武田勢が現れた以上穏便には済むまい。とにかく真相を確かめねば。若、お待ちあれ。半蔵、なんだ、申してみよう。あの信康殿が若や瀬名様を裏切るなどありえぬ話。これは何者かの悪しき計り事であることは明白でござろう。いささか心当たり。急ぎ探ってまいりますゆえ、わしが戻るまで若は時を稼いでいてくださるのか。心得た。我らの動きは桃地殿に見張られている。半蔵が戻るまで何とか粘ってみよう。この乱世、私に何ができるのか。今日はいかがなさいますか。またいつでもどうぞ。なあ、またのお越しを。いらっしゃいませ。毎度ありがとうございます。毎度ありがとうございます。ありがとうございました。今日はいかがなさいますか。またいつでもどうぞ。いらっしゃいませ。毎度ありがとうございます。ありがとうございました。今日はいかがなさいますか。またいつでもどうぞ。今日はいかがなさいますか。またいつでもどうぞ。旧敵武田家との攻防を続けていた家康のこの乱世、俺を使いこなせよ武千代。
像が戻れば真実が明かされよう。それまでいかにして時を稼ぐか。まずはこの劣勢をどうにかせねばなるまい。し、皆の者、武田の兵を削るぞ。武田は崖上より兵を送り込んでいるようだ。俺が行って止めてきてやる。我らにこうして信康が兵を挙げる手はず、家康もこれで終わりだ。なぜ武田が、何がどうなっているのだ。信康が裏切るはずなんてないわ。真相を確かめるまで私は引かないわよ。せや、そうだな、私も同じ気持ちだ。力を合わせてこの難局を乗り切ろう。信康が武田勢に飲まれる前に引き離さねば、先に我らの手で信康方の将を倒してしまうか。織田殿は裏切りを許さねえお方だ。徳川の命運は始末のつけ方次第でしょうか。始末か。信康は撃てということだろうが、そのようなことできるわけがない。トンボよりもあっけねえのな。よっしゃ、砦を落としたぜ。これで武田の増援は止まるはずだ。見えてるぜ。敵将本田平八がのしてやったぜ。耐えきれず聞かせてもらう。ここは私。なかなかやるじゃない。生きた。いや、私が勝つ。敵将撃ち取ったり。耐えきれん、引かせてもらう。ここかって叶う相手ではなかったか。そらそら、信康め、臆して動けぬのか。ならば拙者が出て露払いしてやろう。岡部殿が出てきたか。他の者を止めよ。武田を勢いづかせてはならぬ。信康と武田勢に連携されては厄介だ。先に信康方の砦を落としてしまえ。信康の真意を傷つけるのは不本意だが、この状況ではやむを得まい。武田にばかり戦わせて信康は高みの見物。失礼ながら悪どい男でございますな。そのようね。きつくお仕置きしないと。じゃあまだ戻らないのかしら。よーく見とけよ。これっぽっちじゃ満足できねえ。砦は押さえたぞ。味方の兵を進めよ。ここは私が壁だ。この家康の顔に免じ。聞いてくださいませぬか。敵将の面を見てなぜ引かねばならぬ。そういえば岡部殿はそういう御人だった。敵将撃ち取ったり。耐えきれ、引かせてもらう。神にならぬ。信康はまだ動かぬか。少しばかり脅しつけねばならぬようだな。見えてるぜ。勝つように動いたか。信康のもとに行かせてはならぬ。岡部殿を止めることができたか。受けたまわった。この勢いで武田勢を押し戻すぞ。我らが勝頼らを足止めしておきましょう。
田にあだなすならば容赦はせぬ。よく見とけよ。これっぽっちじゃ満足できねえ。トンボよりもあっけねえのな。叶う相手ではなかったか。あくまで信康は動かぬか。ならば攻め方も考え直さねばなるまい。撤収だ。もしや我らは謀反を起こしたと思われる。だとすれば一大事。申し開きに行かねば。開門。見えてるぜ。ようやく信康が出てきたな。家康殿、どうするかはあんた次第だが、たとえ許しを請うてきても切り捨てる所存。それが当主としての務めと心得ている。うまく信康を討ち取ったように見せないと、桃地に何を言われるかわからないわね。お待ちください。私に謀反の意思など。ちっ、あんたにそんな度胸なんてないことわかってるわ。今は黙って戦いなさい。無念。おで、あれ切られてない。いいから死んだふりしてなさい。信康は死んだが、これで一件落着とはいかないでしょうな。イエス。身内から謀反人を出した以上、私も厚かましく生きながらえるつもりはない。バカね。受けたまわった。それじゃ腹を切らされるじゃない。こうなったら奥の手を使うしかないわね。あんたたち聞きなさい。ロブヤスをそぞろ、はまかしたのはこの私よ。おじ様の仇である信長に従うのはもう限界。まだ信長に従いたいならあんたを撃つ。私が勝った。いや、セノ、私は全ての罪を一人で。いや、この時を稼ぐための。半蔵が戻るまでこれでごまかし通すわよ。勝利条件変更。そらそら。いや、家康と瀬名が殺し合うとは、こりゃ面白いことになってきたぜ。家康、本気でかかってきてくれないと桃地に疑われるわよ。ほら、覚悟せよ瀬名。この家康が成敗してくれる。よーく見とけよ。セナ様、服部半蔵、ただいま戻りました。おっ、そう、武田に内通を誘う信康殿の書状を届けたのはやはり伊賀の忍びでござった。三代、全ては貴様の企てであろう。弁解は聞かぬぞ。観念せ。バレちゃ仕方ねえ。そうだよ、全部俺がやったことだ。生きた。これでどうだ。そのような卑劣な真似を。そこか。お、断じて許さぬぞ。勝利条件変更。俺を切れるもんならやってみな。者ども、手負いの瀬名を狙え。瀬名は先ほどの戦いで怪我を。何としても瀬名を守り抜かねば。まあ、しばらく俺の手下どもと遊んでな。隠れたって逃がさないわよ。
せな。無理をしてはダメだ。あとは私に任せて。そうはいかないわ。信康にひどいことして許さないんだから。とてもセナを止められそうにないな。ならば私が守ってやらねば。なんだあの砦で何やら怪しい動きが。私とてモノノフなのだ。ここは引こうかあるまい。ここは私が。お忍びか。こんなところで何をしている。信康方の将がまだ残ってやがったか。仕方ねえ、ここで始末してやろう。受けたまわった。どちらが誠の桃地か分からぬが、とにかく終われば。敗北条件変更。いずれの三太夫も動きが妙だ。よく見とけよ。もしや両人ともに偽物か。私は何を。桃地が目の前に現れ、その後は何も覚えておらず。見えてるぜ。申し訳ござらぬ。桃地に術をかけられ、このような。なんと、家臣であったか。徳川の将に変化の術をかけていたか。卑劣な真似をしよって。まんまと引っかかりやがったな。じゃあ俺は逃げさせてもらうぜ。お餅逃がすもんですか。サンダル、俺が手塩にかけて育てた忍びたちだ。たっぷり相手をしてもらうぞ。厄介なのを出してきやがって。よく見とけ。お持ち、私に何の恨みがあってこのような。俺は織田の天下取りを邪魔してだけだ。武士のようなんざもまっぴらなのさ。そうか、兄上を陥れるつもりならばますます許してはおけない。よく見とけよ。残念だが、この程度で死ぬ俺じゃねえ。またどこかで会おうぜ。逃がしたか。とはいえ事なきを得てよかった。これだけ引っかき回されて事なきですって。まあみんな無事だったし、よしとしますか。